ラウンジ富士の裏話。お疲れ様です。あ、久しぶりなんですよね。そうです。あの富士の入院してました。8日まで入院してたんですよ。ねえ、はい、またまた去年11月にね、うん、結腸結石になって、はい、また同じやつで、うん、手術しなくていいんですか？あのね、ひどくてそこが破裂しちゃったら、うん、ダメなん。そうだからね、痛くなったらすぐ来てくれって結構我慢しちゃったのね今回。痛かった痛かったんですか？痛かったの？もう絶対手術しちゃった方がいいと思う。やだ、あの腸を切るか、はい、だからさ、小腸も切ってもらおうかな。小腸切るとどうなるの？ん、あのね、腸ナナトンののえちゃんいるでしょ、はい、あのおかまちゃんなんですけど、その子ん180キロぐらいあったんだよね、はい、で、胃の手術と胃を小さくするのと、うん、小腸が一番重要なんだって。あ、うんうん、小腸を切って、はい、やっぱり切っちゃって、うん、それで あの急激に痩せた。痩せた痩せた、すごい痩せた。そう、え、やればいいんじゃない？人が出ると思ってるし。でもね、その子ね、急に痩せたからすごいのよ、やっぱり。あの見せてもらったけど、うん、お腹のね、皮、皮がね、うん、すごい、うん、それをね、こううまくね、くるくるくるってやってね、うん、なんていうのかな、しまってるの？ボディービルに、ボディービルじゃない、ボ、何？ボディースーツ？ボディースーツにしまってんのよ。びっくりしちゃった。え、くるくるくるってできるぐらい余っちゃったの？余っちゃってんの、ほんと見せてもらった。へえ。びっくりした。まあだって半分以下になっちゃったんだもん。うんうん、1年もかかってないよ。あ、じゃあなる、なります。なるよ、なる、うん、でもうまく顔はね、一生懸命こうマッサージとかして、だけどね、ここもすごかった。どうするんだろう、切っちゃうのかな、こう。うん、そうだよね、切るしかないって言ってたよ。うん、でもね、見たいです。誰がママの急激に痩せちゃったやつ。そうガリガリに痩せてダメだよそれ。この間誰かに言われて、ママは太ってる方が可愛いんだって言う人がいるから、ほらダイエットもしなくなって。お客さんに言われたんだ。いや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 、なんかさ、痩せたらママじゃないとか言って言われて。それはママとして貫禄がっていうだけであって、まあ健康的にはちゃんと痩せた方が、はい、そうなんですよね。そうね、髪が変だな、いいか。ここ鏡にしてるじゃん。そうね、今日変だなと。それでね、5日に絶食したの。はい、5日に5日絶食して、あ、5日間絶食して、そう、はい、6日目に、うん、さっき送ったんですけど、水みたいなね、重湯から、そう、重湯始めて、今は、今は普通の食事だけど、よく噛んでください。いやいや、もうあと1年ぐらい重湯でいいん。あ、これね、これさ、30分かけて食べろっつうんだよね。いいですね。これ看護師さんにこれ飲んでいいですかって。ダメです、ダメです。言ったらね、飲み物じゃない。デザートのさ、ちっちゃいスプーンあるじゃん、うん、あれがなぜかポツンとついてるわけね、うん、え、これでこれ食べろってことって、そうです、何回これやるんだよって感じで。いいんですよ、何回もやってください。何回もやってると噛んでくださいっていうの。噛むあれ固形物がないっつう。噛んでください。意味わかんないっつってさ。あれじゃない、こう何回もやって運動させてんじゃない。腕を、二の腕を、そう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 。で痩せてくださいってことじゃない、ね。でもまあ 味はね、右側のね、うん、やつはね、多分ね、お野菜をね、右側のやつって何ですか？右側のおかず的な、どこにおかずあるのこれ。汁全部汁じゃないですか。そう、なんかね、かぼちゃスープっていうか、いろんな味、野菜の手前の右、そう、味がとろっとしててね。おお、うん、はいはい。でこれがね、1日目じゃないな、一番最初で、うん、2番目がおかゆ、
あ、それそれそれ、お豆腐が入ってきた、うん、でちょっとお粥も、うん、うんとね、少しごぼがゆかな、うん、これがね形になって、まあこの辺からはね、はい、あの噛めるなっていう。いいですよ、まああと1年これで頑張ってでもね、あ、でも点滴をやってるかお腹すかないのかな、うん、それありますね、ね、うん、それで全がゆになってからは点滴が外れてそう、あーもっと点滴しとけばよかった。いやー違うの、血がねぶわって漏れてきちゃったの。あーもうね、うん、なんですね、すごいね、血管が細いらしくてさ、はい、もうね、だ絶対1回で成功する人はいない、うん、今までね、うんうん、辛いですよね、うん、入らないのね、3回は、うん、必ずさやるんだけどさ、もう最後はね細い針で、うん、いろんなとこ探してさ、パン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 叩かれてさ、それでやっと出るって感じ。じゃあもう健康でいるしかないんですよ。で8日にね、無事退院したんですけど、よかったよかった、はい、千葉メディカルってとこだったんだけどね、うん、看護師さんが若くって可愛いの、へみんなね、うんうん、でね気が利くんだよ、うわーいいなーって、うちに来たらナンバーワンだなって思いながら誘ってみてくださいどうですかアルバイトしませんか。そうだよね、うん、でもさなんか、うん、なんていうのかな、ね、かなんか夜ね、うん、なんかねカラスの鳴き声がしたの、はい、ガーって、うんうん、あれカラスがいるのかなと思って、うん、おじいちゃんが泣いてんの、あ痛くて、あ痛くてね、うん、あびっくりした、あーっていうのもね、うん、あーってなんかね、うんうんうん、カラスがいるよ、そういうのもね、うん、その看護師さんで大丈夫とか言ってね、うんうん、あっさり流して、うん、仕事ですもん、うん、ねすごいよね、うん、で青あざになってたのこの腕がね、はい、いくつかね、うん、え看護師どうしたのって言って、うんうん、言ったらねおじいちゃんがつねるんだって半分ボケてんのかな、分かんない、多分そうだと思います、噛まれた人いますから ねいやーそう大変だねって話をしてさ、ね、仕事です。でやっぱりさこう人のこう私なんか腸だからさ、うん、まあ私は違うんだけど他の人なんかはねちゃんとしたら見せてくださいって、したら見せてください、うん、うんちをね、あ、うん、そうなんだ、見るんだみたいなね、うん、そう見せるのもねちょっとさ、うん、誠に申し訳ありませんぐらいのこと言って見てもらうみたいなさね、大変だよね、うん、でもまあ入院しない方がいいよ本当に、そうですよ、うんうん、気をつけてください、つまんなくてつまんないやることないんですか。そう、最初の3日ねとにかく痛くて痛み止めがね、はい、ね歯入ったらねすぐ分かんの、入れましたって感じ。何がですか。痛み止め、あ痛み止めが入ったら、うん、あの点滴入れてくれるんだけど、はい、飲み薬じゃないのよ、すごい痛いから、だからねスーッと入るのが分かるの、うん、じゃあもう痛くないその瞬間に、うん、でプラスなんかね眠くなるの、うん、気持ちいい、あれ麻薬だよ絶対、わかんないよ知らないよすごい気持ちよく寝れるのね。でねもうずっと痛くなくてもそれやってくださいって言ってたの、あ眠寝る気持ちいいから、気持ちいいからね、うん、そう先生に怒られた、そりゃそうですよいい加減にしなさいよって言う、でもなんか入ってるのかな入ってるんじゃない、なんか 眠り薬っていうか、はあ、うん、眠剤なのかな、うん、入ってると思う、なんかもう看護師さんがこうて何熱測りに来るんだけど、はい、全然なんか反応できないの、気持ちよくて、うんうんうん、よかったですね、でも起きれて、はい、目覚めてきてくれてよかったです、はい、1週間で出れたからよかった、ね、よかったね、心配でした、はい、お疲れ様です、あどうも飲んでました、私も飲んでました、すいません、うん、それで、うん、ママが入院してる時にね、はい、あのある一報があって、うん、いやママが入院してる時に申し訳ないんだけどって昼間の板長からさ、うん、ドアがなんか大変なことになってますって、はい、どうしたのって言ったらね泥棒が入ったの、そうなの、
はい。で、鍵の状態が、ほら、こんひなんどですいよよ。ね。それでね、何も盗まれてないと思ったのよ。こう入ったら綺麗なんだもん。で、まあ、ママ入院してたから、店長がね、いや、何も盗まれてませんってわけ。じゃあ、そう。これ何のために、こじ開けて入ったのって。で、昼間の板長は、キッチンバサミが、ないって言ってなます。いってんです。大騒ぎなのね、キッそう。チンバサそうなんです。ミが。この日お店営業だったんですけど、お客さんと行って、まあ店綺麗ですよ。あ、そう。入られたって言われても、何に、わかんないぐらい全ね。然わかんない。ドアもこの写真見て気づいたぐらい、普通に私入ってたん、あ、気づかな気くづかなて。くて で入ってて、女の子が「カラオケやるのにどうするの？お金入れるところがあって」。だからそれで初めて、あ、お金入れたくないからね。そう、で、店長が、カラオケやられたー そうそうそう、これ横しかなにいの お金入れるところが ないの。ないんです。すっどうやっぽてり歌うね。のって。ね、なんだっけ、3つ、こう、モニターが、こう、リモコンが並んでる、その右にね、あったの。この上にあったんでしたっけ、そ横でしたっけ、なんかあり横ました、横。ありで、ましたよね。線がつながってたのよ。ですよ。キッチ見ンバサミ事。はきっとこれにそうだと思う。こ使っじ開けようとしてさ、ですよね。こじ開かんなかったから、そのまま持ってったんだと思うよ。もうお客さんいたんですよ。もうその日お誕生日のお客さんがいて、あら、気持ちよくカラオケ歌おうかなっていう時にあれ、歌えなかった、でも。歌えるっていうことが判明したのはちょっと後で、あ、そうなんだ。じゃあもうみんな「あー」ってなって、もう。ピアノで歌ってください。おー、ハードル高。最初から でも そういうピア時ノいいね、で、ピアノそうね。なんです。この、ね、だって機械が壊れて、もううち、マリンルーズって前のお店の時もあったの。全部機械が壊れて。全員ピアノで歌ったからね。そう、ピアノで お、いい やね、っなてんいつっただいて。てすいませんと思っそれはそれでね、楽しいって言ってたお客さんですが。ね。難しいけど楽しいな、なんて言ってね。いやー、まいっちゃった。あ、それでね、徐々にね、あれがない、あれがないって出てきたの。いやー、泥棒さん、うまい具合にね、こう、巧妙でしたね。巧妙な感じよ。ショーケースがあるんだけどね、ママのこう、趣味が、こう、並んでるショーケースがあるの。バカラのグラスだけないの。だから、あれ、確か、ここにあったはずだって思って、昼間のおね、まかないさんも知ってたから、バカラ使ったことあってね。あ、そういえばここにありまして、ないねっていう話で。あとね、ボトルがないのが、ありました。徐々に、確か、これ2本あったよねって、うまい具合に持ってってんの。怖いですよ。怖いよ。あと、金庫にね、細かいお金を置いてたのね。ちょっとあらゆるところじゃないけど、封筒に入れて、それ全部持ってかれた。引き出しとかさ、だから全部見たんだね。気持ち悪いよね。もう本当にお金はない、全くなかった、なくなってた。まあ、総額こまごま私プラスして3万ぐらいかな。で、カラオケのお金が3万ぐらいかな。だからね、でも保険じゃそれはもう出ないからね。これね、諦めるしかないんだけどさ。ドアとかは保険で出るみたい。大変でした。でも気持ち悪いよね、泥棒さんがさ、入った後のさ、この、結構長居したと思いますよ。そんなちょこちょこちょそこちょこ。うだよね。コメントが来たって。くまくまモン。モンさん、無事退院できてよかったです。庭ありが泣きとうのごナざいレーます。ションの子も心配してました。あ、あとりがとうございます。ただ泥棒入ってるとは、もしやルフィの一味なんですかね。ねえ、だってね、保険屋さんに電話したでしょ。そしたらね、ママんとこもやられたのって、ここんとこ立て続けに多いよっていう、多いんです、だいうから。話、みたいな。お店ですかって言ったら、いや、お店とか民家とかね、もう本当に、本当多いって。だからね、気をつけた方が、誰でもさ、
本当にほら SNS でさ、うんうん、アルバイトできるっていう感覚でやっちゃうんじゃないの、うん、多分そうですね。載せてかれたらさ、そこだったみたいな。ニュースではずっとやってましたよ、千葉県なんとかって。本当そう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 、怖い、多いんですよ。だからね、怖いよね、うん、でまださ、あのプロの人ならさ、こう逃げ方とかさ、こう人に会わないようになって、うん、でもさ、こう素人の人がさやるとさ、本当に鉢合わせちゃってねえ、うん、ブスーなってさ、うん、された日にはさ、こっちもね嫌ですよね。なんか被害額少ないけど殺されちゃいましたとかね。え、うん、本当だよね。気をつけよう、うん、だからね、あのあれカメラをねつけました。はい、うん、速攻でね、うんうん、でいいと思う。うちにもねつけようかなと思って。ワンちゃんいるから怖いじゃん、うんうんうん、まあ、ワンちゃん自体がねちょっとでも落としたら泣くんだけど、うん、でもやっぱりね留守中だったらね、うん、怖いですよね。怖い怖い、うん、まあ、子供みたいなもんだからさ、ね、あ、うちも気をつけよう。うん、なみちゃんとこもね。でもまあ住宅がさ、こうね周りにあるからさ。あるんですけど、うちも一軒だけ泥棒入りました。あの並びで？あの並び、ちょっと四角になってるお家があって、一番奥？一番奥じゃない、手前のあの曲がる、あ、今誰も住んでないっていうか、そこに一回入られたんですよね。なん2回ぐらい入られたかな、ちょっと、うん、そうなの？そうです。なんかあるのかね、調べてるのかな。多分あの人の目につかないとか、なんかそういうのを見てるのかな、うん、私その倉庫に登ってるおじさん発見者。え、それでどうしたの？こっちが A ですよ。どうしたの？そしたら振り返ったんです、その人が、うん、で私怖いじゃないですか、うん、でもその人はあ、違います違いますからって言ってる間にこうそーっと帰っちゃったんですよ。でもあれ泥棒ですよね。違います、違います、違いますって言って、その後にさ、あのね、やあ、でも屋根の修理屋さんとかで言わないもんね、こうそんなことね、うん、普通にやってるのに、違います違います、泥棒だよ。倉庫に登って庭に侵入しようとしてる感じだったから、うん、あー怖い、言ってってあげた。私何していいかわからなくて、あの並びの近所中走り回って、今こんな人がいてこんな人がいて、あ、でも教えてあげたんだね。そうそうそう、そうだよね、怖かった。でも、うん、でもあの警察が来たけど何もしないで帰っちゃったみたいだよ。え、なんでしょうね、うん、被害届は出したの？うん、これから出す。で話を店長と、うん、そのね、あの昼間のさ料理長と私と、うんうん、でも私入院してたからね、見てないですもんね、うん、いなかったからね、あれかもしれないけど、うん、でもね、ドアのこのやつとか、こう建築屋さんに詳しく聞いたからさ、はい、うん、その説明はできるから、うん、鉢合わせなんなくてよかった。これ奈美ちゃんとかね、あのもう一人の子なんかね、よく携帯忘れんの。そうです、うん、それでこう取り帰ったり、うん、店長もねよく忘れ物するから、そういう時にいたらさ、ほんとね、あそこ逃げ場がないから。しかもわけわかんないかもね、あの、うん、ベロベロに酔っ払ってるから、こっちが、うん、あ、そうだよね、うん、フラフラしね、いらっしゃいとか言っちゃって飲んでたし、いらっしゃいとか言っちゃってお金取ってたし、ね、そう、逆にやりたいわ。ほんとだよね、うん、怖い。まあそんな話だったんだけどさ、はい、うん、あ、この間ね、うん、2月10日にね、うん、10日、はい、そうそう、あのイベントやったんですよ、うん、前あの、昭和歌謡、はい、すごい盛り上がりまして、はい、今日写真をちょっとまだ加工してないけど持ってきてないないのかい。いつもこんな感じだよね、ない、加工が難しいんだよ本当に。こっから結構広げるの難しいんですけど、その話しなきゃいけない。今あるよね、ここに。送る？送ってるうちに喋んなきゃいけないんで。喋ってて。そんな話術ないんだよね。あるある。ちょっと待って、送る？浸透してていいの？浸透してて、早く 何から。なんだろう、何？10日。今速攻に送る。送った、
行きました、行きました。そのすごいんだよね、パッパッパって出す。これ昭和っぽくない？これはどういう感じ、イメージ？アマチュマリ。ダメ。そうだったんだ。あのね、言われなきゃ分かんない。右側の、方はね、あの板長なんですよ。そうですね、料理長なの。料理長はね、本当に昭和っぽかった。ですよね。そしたらね、ひいじいさんのね、服なんだって。うん、そりゃ、あの、昭和だよね、なんて話して。昭和、うん。いや、よく撮ってたねって。サイズはぴったりじゃないですか。ぴったり見た。うん、だから、わ、すごいねって言って。うんうん、で、私は町まで。本当はね、パンタロン探してたんだけど。それパンタロンがなくてちょっと失敗した。あれでパンタロンだったらもうバッチリグーだったんだけど。そうだったんですよね、はい、言われなきゃわからない。一応ベレー帽みたいなのかぶってみて。家によくこれありましたね。はい、髪の毛は、はい、あれよ、星野哲郎やった時のやつ。あ、あのズラ、ズラです。こっちに回して回したの。やっぱり使い回ししないとさ。もったいないじゃん。すごいね。よっぽどね、バーコードやろうかなと思ったんだけど、このバーコードね。でも昭和じゃないじゃん、別に。別に今でもね、いますから。だからね、うん、こっちにしたんだけど。いいと思います。まあ、面白いです。これが、みんなびっくりしててね、笑われたもんね。でも気づかない人もいたんだけど、え、誰だって。そう、わかんない、うん、人もいました。ママどことか言って。あのね、新規で来たお客さんがいて、ええ、あのバンドのね、メンバーのね、お客さん、はい、バンドの座長の、お客さんだったんだけども、はい、私が前に座ったら、あの、ママじゃないじゃんだって。ああ、はい、はい。だから、どんなおばさんが来たんだぐらいに。あ、一緒の席に、じゃあ座ってた。そうそう、私ご挨拶したらね、うん。で、名刺出すまで、あ、ママなんだって。今日こんな格好ですいませんなんつってね。うまくやりましたね。はい、まあ、でも楽しかったね。そうですね。うん、あれが多かったね、アンルイスとか、はい、うん、涙のリクエストもやったね、はい、それとなんだっけ、フレンズ。フレンズ、レベッカ、はい、うん、かな。そうです、そうだよ。あ、少女へ、やんなかったっけ。ちょっとね、記憶が、私ちょっと来る前にマッコリ飲みすぎて。だってね、何にもないとこで転んだんだよ。そう、転んだ。すんごい音してバーンってはーって、みんな振り向いたらね、なんかね、カエルみたいになってカエルがこう飛んだ後みたいになって、あれなんか足がもつれてぺったんこの靴を久々に履いたから、あ、いつもこんな高いの履いてるもんね。十何センチなの、十七とか。逆になんか絨毯に擦れちゃって。ああ、擦り足でね、行くからね、転んで。すごい、で、骨折れたんじゃないのこれ。すごい、朝起きれませんでした。痛くて、本当に。あ、膝ね、膝を打ったんだろうね。左半身多分もうダメでしたね。本当に。おー、酔っ払ってね、気をつけてください。ちょっと、はい、くまモンさん、アマチュマリというより香港のオカマ。香港のオカマってどういうこと。香港のオカマ知ってんの。そうだよ、くまモンさん、香港のオカマ。香港はオカマ、ママ知らないよ。タイのオカマとかさ、あのフィリピンのオカマしか知りません。なんで香港なの。香港有名じゃないけど。そうだよ、なんだろう、有名じゃないと思うけど。香港にオカマいるのかな。そんな感じ。あ、その後どっか行ったの。その後はあれ、どっか行った。あ、行きましたよ、ソガ。あ、ソガで飲んでたの。バーチーノガーソーです。で飲んでたんだ。はい、すごい、ね、朝まで。うわー、でもあの時はね、あのまま帰ったんじゃない。ナムちゃんはね、なんかね、学生の。そうですね、格好してたのかな。その上にもうあの、その上にこうワンピース着て帰りました。へえ、でも寒かったからね。そうなんです。すごいよね、転んだばっかりだから痛さ分かんなくて。そう、酔ってる時はね、これ分かんないんだよ。
痛いのね、そうです、うん、今でこそあのヒール履かないからさ、うん、今はあのヒール履いてた時よく転んだ、転びました、うん、ヒールの方が私転ばない本当に。ママ一回転とかしちゃうすればよかった私もそうなんで着地をうまくしないといけないんで、拍手もらわないといけない。私ではその日曜日本職のほぐしの仕事があって、うん、7時から2時半までびっちり指名が入ってたんですよ、うん、痛くてもう押せない。なんか力が入んないよね。わかるわかる。いや大変。帰りにやっぱあの仙人にやってもらったら、あーいいな。1時間くらいやってもらったらスッて立てた。すごいよね、はい、ママの腰もさ、あのね、まず正座してって、あの仙人にやってもらうときに正座してって言うと、はい、できないのよ正座ママね、はい、あの下までつかない膝が痛くてね、うん、ラーって言って見てもらってさ、でね1時間半ぐらいかな、90分です、あの時。そっか、あれ120かな、120だよですね、うん、で、あの今日は眠れないよって言われて、うん、そしたらね、何のことかなと思ったら痛すぎて眠れないほんと地獄だった。でも、ね、うん、最後に正座してごらんって言ったらピターってつくの。そうなんです、すごいんですよ。でね、あそ普通はね、そこ来るなって思うとこじゃないところも思うのね。そう、お尻のほっぺとか。そうなんです、うん、こんなところ腰に関係があるのなんて。あるんですよ、こう分散して、うん、あんまり幹部やると痛いんですよ、うん、だからこう分けて組み立ててやるらしくって、私は昨日頭ガンガンこうされて、もうなんかこう締め付けられるようなキーンみたいなの、やめてみたいな、痛かったんですけど、うん、そのうち首がフッて、へえ、でね、なんかね、はい力抜いてって後ろからね、こうやってくるコーンってやるの、なんかそうコキーンってなるんだよ、ね、昨日もやられましたあれ力入れてる人はできないよね。ダメです、こうあの委ねてないとダメです、うん、まださ、うん、何されるか分かんないから、うん、はーいってやったらさ、いきなりさ、カーってやられて、それがいいんです、ボギーとか言ってえ、何何これって思ったらスーッと、なんかの、そうなんですよ、なんか血が通るっていうの、うん、すごい楽になって、気持ちよかった、ありがとうございますね。あんなに細い、まあナミちゃんもさ細いけどさ、どっから力出るのっていう、まあコツもあるんだろうね、コツですね、うん、あれでも120分揉むって大変だよ。そうなんですね。え、ま、あの仙人はね、揉むだけじゃなくてストレッチもやってくれる、やってくれます、うん、だからあの上手じゃないとストレッチは。あ、そうなんだ。そうなんです。なんか体式マッサージみたいよね。体式、そうですね、ちょっと 体重かけてくれてさ、うんうんうん、気持ちいいですね。え、体式マッサージやったことある？体式マッサージやったことあるっていうか、やる方です私。あ、そうかそうか。やってあ、それできるんだ。できます。へえ、あれもすごいよね。なんか自分もこう動くじゃないですか、ね。そう、一緒にこうストレッチをねするんですけど、うん、ちゃんとでも体の柔らかさ見ながらやんないと。ああ、そうだよね。硬いし。硬いさあまりやったらさ、本当にさ、骨折れちゃって。いるんです、あの行ったらおかしくなっちゃった人。帰り変な思いついた。そうそうそう、やっぱ痛かったって、いや痛くないから本当はとか思う。やっぱりそういうの大事なんだね。大事です、なんか上手いとこ行ってくださいねって感じで、うん、ああそうだよね。なんかあったらって困るもんね、うん、そうです。あの揉んでさ肩が上がんなくなっちゃったとかよく聞くもんね、うん、そうですそうです、うん、あの犬のあれもあるんだよね、犬の整体師います。ね、こう関節をガケってこうヘルニアとかこう入れて、そうなんです、ワンちゃんのやりたいですけどね、うん、今から勉強しようかな。そうだよ無理だよなんでいいんじゃない、作りが分かんないで人間と違いますからね、やっぱ、うん、そうだよねやっぱりそうだよね、はい、前のママのさ、あのミニチュアダックスのワンちゃん、うん、針やってたのね。ああ、針をね刺すとね、
尻尾がすごい動くの。もうヘルニアやってて尻尾動かないの、うんうん、動くんだよ。だからやっぱりこうツボってあるんだね。ありますね、ワンちゃんにも、ね、ワンちゃんにもあります。くまモンさん、はい、連投で入った、あ、そうですね、日曜日に連投で入ったので申し訳なかった。あ、くまモンさん行ったんだ。しっかりとほぐしてもらいましたって言ってますけど、しっかりとはできなかったんですね。あー、なみちゃんがその力が転んで転んであれ久々転んだんじゃないの。何十年ぶりかに本当に子供がバーンって転ぶじゃないですか、うん、あんな感じだよね。振り向いたら帰るかと思ったらなんかこうやってなってて本当だってね、すごいよ。いつもさ、あれ何センチのヒール14センチか15センチ、すごい高いの。あれでもさ、前もこうレディーガガみたいに前も高いじゃない、はい、もっとじゃないの。14センチぐらい。すごい高いの履いて、うん、あんなので転ばないんだよ。あれは転ばないんです。あれの方が慣れてるから転ばない。すごいよね、あれなんか転びそうだけどさ、あんなの階段なんかお料理するからね。はい、ぺったんこがダメだったでもさ、昔からほら足のモデルさんでさ、そういう訓練をしてるから、そっちの方がいいのかもね、うん、そっちの方がいいです。こう歩き方がさ、こういう感じじゃん、うん、だからぺったんこの靴であると足引っかかっちゃうんじゃない。で、あとなんかこういけると思っちゃうんでしょうね。あでも回転しない年とともにだから転んじゃうんだと思う。わかるわかる、ここまで出したつもりがさ、ずっと手前だったとかね、そうあるもんね本当だよね。私あの一段、あのよく階段で降りる方はなんかないと思って、うん、もう一段ってガーンと、あー、あるそれ、ありますよね、うん、あれの上りをやったことがあって。上り？上りはないんじゃんみんなに言われたそれでそこに引っかかって転んだって感じ。肌に転びました10年前にだから10年ぶりぐらいに転んだんだと思う。あ、すごいね。いや、ママ酔っ払うとすごい転ぶ出た人、うん、膝から行くんですよね、酔うとね、うん、膝から行ったりでもう回転とかするんだよ、うん気をつけてくださいね。すごい拍手もらったこと着地がすごくてあとわーって飛んで、うん、あの正座で着地したりね、結構ね面白い着地をするみたい、酔っ払うとね、うん、なんかコメントすごい来てる、あ、犬の生態こんな感じですよ。そう見えます。ああ出てる。でワンちゃんもね気持ちよさそうにしてね、 YouTube でママ見たのかな、うんうん、気持ちよさそうにね、うん、あのしてる、うん、もう針はね、うん、こうやって前足をこうつかむんだけど、うん、こうやってね、で先生が後ろで針、頭もいっぱい打つの、あそれでね、うん、やってるとね、だん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 ね、熱くなってくるの。あ、血がね。体がね。はいはい。多分そう、血がこう。巡るんですね。うん。ああ、いいんだなと思ってさ。はい、そうですね。自然治癒でいいんですよ、うん。そう、ママもやったことあるけどさ。いや、やっぱり怖いよね、でもね。そこもね、うん、いい人にやってもらわないと、うん、いい人にやってもらったんだけどさ、怖いです怖いですってやっててさ、はい、あのなんかいろいろね、あこの辺が痛いですか、はいその辺が痛いんですよって言って、うん、でもう刺さってますよって言われて、あーちゃんとみたいな、うんうん、よくなんか遠くから打つって言いますけどね、なんかまだ背中だったかな、そのこう痛いところの気になるところの遠くの方からこう打っていくって聞いたことが、違うのかな、間違ってるかな、分かんないけどね、膝も打ってもらった、この膝だよ膝みたいな、はいはいはい、怖とか思ったけど全然痛くなくて上手なんだろうね。娘は顔やってたけどね、怖いな顔やりたくないですか、顔なんかもうすごいですよ。いや、エマニュエル夫人で見たことある またさ、変な話エマニュエル夫人が
あの裸でこう全身にあの針を刺してるの見たことあってた。全部？全部。なんだろうそれ、な何効果？美容じゃない、美容で、うん、へえ。エマニュエル夫人だ。見たことないんですよだからずっとそれ言うんだけど見たことないんですよ。見てよあれすごい、一番最初見た時はすごい綺麗だなと思った。何でしたっけ。そうそう、フィリピンに行った時にこれエマニュエル夫人の椅子みたいだねって言った時に分からなかったんだよね。そうです、エマニュエルって何ですか、エマニュエル坊やみたいな。はい、全然わかんなかった。そう、そういうね、塔の椅子があったんだよね。ありました、ありました。うん、ちょっとゆったりしたね。うん、うん、ちょっと見てみてよ。今ね、はい、この間ね、ネットフリックスかな、なんかにあったの。やらしいやつですよね。あのね、やらしいんだけど、うん、そこまで出てないの。こう、ぼやかしてる。なんていうの。うん、モザイク？モザイクじゃないんだけど、こううまく見えないようにほやってるっていうか、ね、見てみます。うん、綺麗な感じだよ、このいやらしいとかじゃなくて、はい、いいんですか、時間帯は何時でも大丈夫。大丈夫、あんまり夜がいいんじゃないよなんかね、レズビアンとかもやあのそういう絡むシーンもあった、うん、え、1話完結系ですか。あ、違うストーリーなの、なんか、うん、ストーリーなの。めんどくせえなずっと見てなきゃいけないんだ。一番最初のエマニュエル夫人はすごい綺麗なんだけど、はい、変わったらママ好きじゃなくなっちゃった。2代目がいるといるの、いるの。そっちの方は魅力を感じなかった。うん、じゃあ最初の方を、うん、じゃあちょっと見てみます。う、うん、で勉強して何のおかしないだってさ、性の勉強のやつなの。あの、そのエマニュエル夫人にいろいろ性の勉強教えていくんだよ、その彼が。ちょっとよくわかんないね。いろんな、いろんな交わり方があるよみたいな。ああ、そういうのを、はい、その彼が教えていくんだ。旦那さんかな、うん、彼だったかな。夫人だから旦那さんじゃない。そうだ、そうか、わかんないけどそうだよね、不倫になっちゃうそうそうそうかな、そうなんじゃないかな、うん、きっと。だから女性2人と男性1人とかね、その旦那さんの友達と3人でしちゃうみたいなさ、はい、それは OK なの、あの旦那さんOK なんじゃないの。なんか言葉では言い表せません。いいのかな、見てみよう。微妙なそのなんていうのかな、うん、いや、いいです、見てみます、うん、はい、で、感想言って。なみちゃんどう捉えるか。うん、そうですね、うん、人によってはさ、はい、こう汚いとかさ、汚いじゃないけど、そのあんまり好きじゃなかったりとか、うん、ママはすごい綺麗に感じたのね、うん、じゃあ見てみます。そのいやらしいじゃなくて、うん、その綺麗な方に、綺麗な方に、いろいろお勉強になりました。あ、そうなんですね、うん、お、見ましょう見ましょう。それをこう見て、はい、あのなみちゃんは顔の表情とかを、オッケー、練習しまーすあのベッドの中の顔の表情とか夢でこうやってたら嫌ですよねでもさ、自分がどんな顔してるのかわかんないもんね。あ、でもそれこそあれじゃないですか、ほらママ、あの一回ホテルの、昭和のホテルの話したじゃないですか、うん、なんか上鏡なんでしょ。あー、鏡ある。そん時に見ればよかったんじゃないの自分が、あ、自分が遠くて見えないですよあ、ナミさんずっこけたようですが、はい、ママがずっこけたな YouTube で。あ、田植えの時ね、うんうんうん、2週間前に上げた動画で最後のママのあれ面白かったね。ちょっとね、うん、ママのワンちゃんのさ、はい、紬がね、うん、あのいたずらっ子なのよ。でね、ママがつまっつって怒ってんだね、それがあれ、私そこ 見てない。この転んでるところはすごい何回も見ました、面白くてあ、それ稲刈りの時よ。そう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 、これは田植えでしょ。稲刈りも できたの。
できた庭泣きで。あ、そういうことなんですね。そうなんです、そうなんです。すいません、遅れてます、見ます、ごめんなさい。ママね、にあのそのた、稲刈りの時に、うん、なんでなんかもっと期待してたのにって、いろんなまた転ぶかと思って、うん、期待したのに。稲刈り転ばなかったんですか。うん、そこはなんか面白く、でも何もなかったから、はい、普通にやってたらさ、何もないところで転ぶんですね。そんなのさ、だってさ、こっち必死だからさ、稲刈りだからさ、こうやってたらさ、でもね、編集やっぱりすごい上手で、うん、さすがです。さんがね、面白く作ってんだよね、うん、あれはもうセンスだと思いますよね、うん、でね、ま、あのママのあのピアノの中丸まどかさん、はいはい、あのお友達のね、うん、その方もね、その庭鳴き見てくれて、この編集でね、はい、そのコマモンさん紹介してくれって。あ、なるほど、うん、それでつながって、はい、あのやってると思いますよ、まどかさんの、まどかさんのね、あのそのなんていうのかな、プロモーションビデオかな、お、うん、できたらね、やっぱここでね、はい、流してみたいと思います。まどかさん来ないのかな。まどかさんね、月曜日がレッスンが入ってる、ね、またね、あの、はい、あれで、あの録画で、あ、そっか、うん、はい、来てくれたら嬉しいです。まどかさん面白いもんね。面白いです。うん、あんなに笑える人はいないです。そう、あのね、まどかさんのね、お子さんいるでしょ、はい、この間ジャズのママのとこやった時に、うんうん、歌もね、歌うの。ほう、小学生だよ、はい、英語のさ、ミスティとか歌っちゃうのね。おうん、うまいんだよ。へえ、びっくりしちゃった、うんうん、あれこう大人になったらジャズシンガーなんじゃない。多分そうですね。ねえ、こう踊っちゃってさ、へえ、リズムの取り方ってあるじゃん、ジャズの、うんうんうん、こう裏拍っていうのかな、うん、あんな感じでやっちゃってさ、かっこいいですね。うん、さすがです。やっぱ落ちようと思うんですよ、ちっちゃい時からさ、うん、あのお母さんがさ、こうピアノ弾いてんの、環境がいいですよねえ、うん、そういうところに生まれたかったな。今言われてもね。ジャズシンガー。今言われても。なんで水商売。まあ車が買いたかっただけなんだけどね。そんなわけで。はい。はあ、じゃあ、あの来週はね、うん、サニーちゃんがちょっと千葉のスナックのサニーちゃん。うん、はい。ママが古いんですけどね、うん、もう古い付き合いのマスターが出てくれる。知ってますよ、うん、大丈夫ですか、何言ってるか分かんない。自分でも言ってて、大丈夫かな俺。ちょっとね、ガラガラ声でね、ガラガラっていうか、なんかもうハスキーなんですよね。そう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 、うん、早口。そう、でもあの人さ、あの、うん、ハウスって踊りあるじゃない、はい、スイングとか、ええ、ああいう踊りの先生っていうかさ、ですよね、うん、もうやっててね、うん、今度バハマで、あの千葉のね、ライブハウスのバハマってところで、1ヶ月に1回ってたかな、3ヶ月に、うん、なんかやるみたい。あ、そうなんですか、うん、ちょうど仕事が入ってていけないんだけどさ、うんうん、ママ2曲ぐらい踊れるのがあって、すごい、あのステップすごいんですよ。そう、サミちゃんに教えてもらったの。はあ。その動画があるんで、うん、今度持ってきますね。はい。ちょっと練習します私。あ、みんなの踊りってかっこいいの。なんですよね。同じ踊りを踊るんですけど、ね、帽子かぶってさ、うん、スーツかなんか着てね、うん。いいね。ただ何言ってるかわかんない。サミちゃんがね、来週楽しみにしてて。いつもわかんないから適当な返事してて本当にごめんなさい。そうで、でもね、あそこは結構ね、酔っ払っていく、みんなで酔っ払っていくようなとこ、うんうん、でもね、歌のレベルが高い、みんなね、みんな上手い人ばっかりなんでは、上手です。ちょっとね、こう歌えない、うん、なんか上手すぎてですよね、うん、皆さん上手なんですよ。そう、まあ、人気のあるお店でね、あのいつもこうサミちゃん空いてるやつ、ごめんママいっぱいとか、そんな感じのお店です。はい、来週楽しみです。はい、じゃあ来週も見てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。